佐賀競馬場今日の最終レース第11レース馬娘佐賀競馬場馬娘コラボファイナルレース A2 クラス 1300m1012 頭の競争です昨日京都と馬娘とのコラボレーションが行われました佐賀競馬場明日も佐賀競馬は開催がありますさ枠入りは順調に進んで 10番のインブリューが収まって残るは1頭になりました12番のブラーブ・サージュが最後の枠入りですゆっくりと近づいたブラーブ・サージュ鮮やかなナイター照明を受けて12番ゲートに収まりました12頭を揃いましたスタートしました まず横に広がって先行争いですがダッシュがいいのは6番のウィンカム・トゥルーをして外から8番のライジング・セだラー飛び出してさらに外から10番のインブリウムさらに12番ブラーブ・サージュその後ろ、内からは。 4番のジョンソン・テソールも続いていってさらに内2番のバチスカーフ真ん中からソランがいってさらに外を回って7番のハクアイエール中段の後ろです12コーナー中間に入りました1番ナスのコーランそれから菊のキング後方に構えるセイジーニアスそして最高峰大機は 11番のポインデクスター向こう上面に入って6番ウィン・カム・トゥルーに12番ブラーブ・サージュがラぼうという構え3番手8番のライジング・セーラーうち4番のジョンソン・テソーロその後ろにソランがいてうち2番のバチスカーフその後ろは集団を形成して上がっていくのは11番のポインデクスター一気にスパートを決めています。 3コーナーのカーブを回って、先団グループの中からウィンカム・トゥルー、ずかに先頭をキープして、外から4番ジョンソン・テソーロ、そして8番のライジング・セーラが迫ってきます、あとは遅れてブラーブ・サージュ、現在4番手、離れてしまいました、その後ろの集団も差を詰めてきて、直線に入って、4番ジョンソン・テソーロ、堂々先頭を2馬身と引き離しています、2番手、懸命に粘る6番ウィンカム・トゥルー、接近する8番のライジング・セーラ、2番手に上がりました、4番ジョンソン・テソーロ、ゴールン。 8番ライジングセーラ残った6番ウィンカムトゥルー3着形としては横綱相撲になりました4番ジョンソン・テソーロこれで移籍して4戦3勝重勝以外は完璧なレースを見せています最後は三馬神と突き放して堂々の勝利でした 8番ライジングセーラ最後一伸びししてて2着に上がってきました。逃げて残った6番ウィンカムテルー3着あとは内を突いた1番那須のコーラン4着後方から11番ポインデクスターがその後ろまで上がってきていました。